久保さん、今回経営の経営にしましょうか。経済とか経営とか経営にしましょうか。経由。まあ自分をね、まあ会社を経営する人は少ないと思いますけども、まあ自分の人生を経営していかないといけないので、自分の人生をうまく経営できる人って、やっぱ自分の人生を考えられる。 どう経営していくのかっていう、やっぱ経営者視点というか経営者の考え方ができるんじゃないかなと思いますね。逆に言うと、自分の人生そのものが自分に雇われてるみたいなね。<laughs> よくわかんないですね。自分の人生なんだけど雇われてるみたいなね。自分の人生は自分が主,主であり経営者じゃないといけないんだけど、自分の人生自体が雇われてるみたいなね。 なんかそういう人が多いんじゃないかなと思いますね。自分自身を経営してる人ってどれだけいるんだろうっていう。多分、あ結構少ないと思いますよ。要は自分で考えて自分で動くってことですね。まあ、従業員と経営者の大きな違いがあるとするならば、従業員は上からの指示に従って動くじゃないですか。でも、経営者っていうのは指示をしないといけない。つまりその司令塔を考えないといけないんですよね。でも多くの人って、なんか日々考えて、るようで考えてないと思うんですよ。 うん、例えばもう就職活動もそうだ。まあ僕もね、偉そうに言ってますけどそうなんですけど、就職活動も考えてないんですよ。要は、周りがみんな就職してるから就職するっていう、そのなんか就職活動をするっていうことに対して、何の疑いも疑問もなかったです。もう考えてなかったですね。うん。だ周りが、周りがそうだからっていう。だからま、なも考えてないですよ。そう。 だす、まあ、その、過去を掘り下げると、そんな感じですよね。だから、今までいろんなことについてか、深く考えてなかったな、っていうところですね。深くね。表面上じゃなくて、その、氷山の一角のここしかないな。本当に大事なのは氷山のこの隠れてる部分なんですけど、ここをみんな考えてないのかな、と思いますね。うん。まあ、そこが考えられるようになって行動できるようになると、間違いなく変わると思いますよ。いってらっしゃい。